Next Kawano. Thank delighted welcome very to up, Yoshiyuki you much. I am 筑波大学の河野と申します。今の横山先生の話に非常に感動してです、ね、何をしゃべればいいのかもう頭が今真っ白になってしまったんですけれども、えっと、18年前ぐらいになりますけれども私は東京の片隅にある大学で、まあ、臨床心理学と認知症を専攻する学生でした。 でそんな時にですね、こう声をかけられることがありました。であなたのテーマは素晴らしい。えっと、でもまあ治らない、衰えていく人に関わることは大変でしょうというふうに声をかけられることがありました。でもちろん当時、私に声をかけてくれた人たちは悪意を持っていたわけではありません。でもしかし残念ながらこうした認知症への偏見とか誤解というのは今でも克服されていないと思います。では、本当にその認知症の人は、 まあ彼らが言ったように治らない病気に蝕まれる衰えていく存在なのでしょうかで現在東京都には65歳以上の65歳以上の人は300万人そのうち認知症の人は38万人以上はいるというふうに見積もられていますでまた65歳未満の認知症の人も少なくとも4000人以上が生活しているというふうに言われていますそしてその認知症の人の多くが住み慣れた地域で暮らし続けることを望んでいます 東京都の2009年の調査では、在宅で暮らす認知症の人、認知症の疑いのある人の9割の人が継続して地域で暮らすことを望んでいます。では、認知症の人々は地域に何を求めているのでしょうか。認知症の人、当事者、約300人に尋ねた2014年の調査では、約7割の人が友人や知人と会う機会が減った、電車やバスなどの利用が減った、買い物に行く機会が減ったと答えています。 でその理由として、駅構内で迷ったり、バス停を探すのが難しい、券売機や自動改札など機械操作が難しい、ATM の操作が難しいといった理由を挙げていました。つまり、認知症の人にとって、とりわけ都市での生活が強く制限されていると言えますで。言い換えれば、都市と認知症の人が分断されている状況にあると言ってもいいと思います。でこれらの制限は、認知症になれば当然のことなのでしょうか。 認知症ある日突然その人のすべての機能を奪うわけではありません。とりわけ初期のほとんどの人は少しの工夫や手がかりがあれば日常生活を大きな問題もなく過ごすことができます。認知症の人も十分に社会に参画することはできるのです。で今に、に世界では認知症の人が社会参画のために自ら声を上げ始めています。 日本でも2014年に日本認知症ワーキンググループが発足し認知症施策やトピックに対する当事者の声を積極的に発信しています東京でもその動きが広がりつつありますその一つとして町田市では本人会議という認知症の人たちが中心となって自分たちの身の回りのことを話し合う集まりがあります最近では移動に困っている認知症の人の声をきっかけにバス会社に対して 安心して移動できることを目指して一緒にできることを考えましょうという申し入れをしています。また町田市が策定した市全体の認知症施策のビジョンは本人会議に参加する認知症の人も含む住民参加型のワークショップで作り上げられたものです。認知症の人は文字通り認知症を生きる認知症の専門家です。都市はこれまであまりにもその声に鈍感だったような気がします。 私たちはもう少しその声に対して真摯に向かい合う耳を傾けるべきだと思います都市と認証の人の分断をこれ以上広げないためにも認証の人の声を聞き社会に参画できるシステムを都市を作るプロセスの中に組み入れるべきなではないでしょうかでこの写真をご覧くださいこれは先ほど横山先生も触れられていた銀木製の写真です高齢者住宅の風景です 集合住宅の一角に打学者を開き、認証の人を含む入居者が見せ番をしています。そこには学校帰りの子供たちが集い、子供から噂を聞いた親世代も集まりますで。社会に参画するということは大それたことではなくて、こうした日常の風景にこそ現れてくるものではないかと思います。認証は医療と介護だけの問題ではありません。認証の人個人に原因があるわけでもありませんで。それはやはり社会の中で顕在化する課題です。 でそのために私たちはディベンシ t i o n Friendly Japan i というセクターを超えて認知症の社会的課題に取り組むプラットフォームを展開しています。しかしまだまだそれだけでは不十分です。認知症の人の行為をもとに様々な分野の知恵と資源が集まることで従来の都市が新しい価値観の中で再構築される必要があります。それは認知症の人だけではなくて障害のある人や子供といった 同様に都市から分断されていた人々とも共有できる価値が多くあると思います。最後に、認知症の人は虫歯まれ、衰えていく存在ではありません。私は多くのことを今でも認知症の人から学び続けています。そして認知症の人と共に作る社会、認知症に優しい社会は、これからの私たちの未来の社会そのものだと思っています。そう考えてくると、まあ私だけじゃなくて皆さんも少し力が湧いてくるのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。